みんなはどっちの物語が好きかなって、ドムサムといえば山田の野々先生だと思うんだけど、新しい新刊出たんですっていうか、レトリックっていう物語。今度は学校舞台に御曹司と優等生が、実はサブで陰キャな同級生が飛ぶって、この二人の物語。けどテーマにあるのは愛と許しで、最後の1ページまで仕掛けが施されてるから。